フィッシュマンは、メキシココアウィラ州トレオン出身のプロレスラー。ルードの覆面レスラーとして、1970年代から1990年代にかけて、メキシコの各団体で活躍した。女子プロレスラーのローラ・ゴンザレスは元妻。息子は、エルイ・ホデフィッシュマン。1969年11月、NWA 加盟団体のイムルにてデビュー。当初は、 ゴライアス・レジス、後に、タイタンのリングネームを名乗り、ルードのポジションで活動する。1974年、メキシコのプロレス雑誌、ルチャリブレが行ったミルマス・カラスのマスクデザインコンテストの中から覆面のデザインを選び、同年より、フィッシュマンに変身。10月3日には、エル・マルケスからナショナルウェルター級王座をダッシュ、以降、同王座を通算3回獲得した。 1976年4月9日には、古豪ブルーデモンを破り、NWA 世界ウェルター級王者にも退官している。1978年5月よりリーニー席。1980年12月12日、ペロアグアイを下して、ウア世界ライトヘビー級王者となる。1981年3月に新日本プロレスに、初来日し、WWF ライトヘビー級王者の、 争奪リーグ戦に出場。優勝を一支体感は果たせなかったものの、9月25日にカリフォルニア州ロサンゼルスにてアグアヨから王座をダッシュした。アメリカにはロサンゼルスをはじめメキシカン人口の多いテキサスにも時折、遠征しており、フリッツ・フォン・エリックが主催していたダラスの WCCW では悪徳マネージャーのスカンドルアクバヒ率いるヒール軍団に加入。 1983年6月17日に行われたビッグイベントスターウォーズにはワイルド・ビル・アーウィンザ・モンゴルと組んで6人タッグマッチに出場、クリス・アダムス、チャボ・ゲレロ、ホセ・ロザリオのトリオと対戦している。その5日前の1983年6月12日、当時空位だった WWF ジュニアヘビー級王座をメキシコシティにて初代タイガー・マスクと争い。 翌1984年8月には全日本プロレースに参戦して2代目タイガーマスクとも対戦した。1985年10月には新日本プロレースに U ターンしてザ・コブラの WWF ジュニアヘビー級王座に挑戦しライガーボムに告示したパワーボム系の技を披露している。1八十六年八月十四日ビジャの三号を破り WWF ライトヘビー級王座を再び獲得。1988年よりティフアナのワウィに移籍し、1 9 9 2年2月18日にワウィ世界ジュニアライトヘビー級王座をレイミステリオ、ジュニアから奪取した。1991年8月には WING の旗揚げシリーズに来日している。以降、1990年代はトリプル a を主戦場に活動したが、 2000年8月27日に、マスカラ・サグラダとのマスカラ・コントラ・マスカラに敗れて、覆面を失い、素顔となって引退した。2011年12月25日、覆面マニア22、息子のエルイホデ・フィッシュマンと共に来日。久々の試合出場を果たし、初代タイガーマスクと、約30年ぶりにタッグマッチで対戦した。2017年4月8日、死去。 66細胞図、ありがとうございます。